皆さん週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。今週も始まりましたランブローン。お相手はサンダー千蔵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いやーもう3月になりまして、ようやく少し雪も一段落したのかなっていう感じがしますけれどもね、もういい加減ね降らないでほしいなと思ったりしている今日この頃でございますけれども、でこのランブローンはですね、今週と来週の2週にわたりまして、去る2月16日の土曜日にですね、湯沢西小学校、まあ私の母校でございますけれども、こちらのですね体育館で行われました湯沢西小学校スクールバンド部第6回定期演奏会、こちらの模様をお送りしたいなと思っております。ゲストにはですね、このスクールバンド部をご指導されております土田博先生に来ていただきまして、いろいろと話を伺いました。でまあこちらの方にお邪魔するのはこれで3回目になりますけれども、前回前々回にも増してですね、非常に多くの方々がいらっしゃいまして、まあ当日はですねすごい寒い日だったんですけれども、会場の中がすごくあったかい雰囲気になりまして、コンサートそのものも大盛況でですね、でまたいろんなですね企画盛りだくさんっていう楽しいひとときだったわけですね。まあそういったですねところを土田先生と振り返りながらお送りしたいなって思っております。ということでですね、今週のランブローンスタートでーす。はい、ということでですね、ただいま私はですね湯沢西小学校の音楽室におりますけれども、今回も来ていただいております湯沢西小学校スクールバンド部をご指導されております土田博先生でございます。土田先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この日ですけどね、2月の16日寒かったですね。寒かったですね本当にお客さん来てくれるのかって心配してましたけども、本当に寒かったですね。しかしこの寒さをですね吹き飛ばすぐらいに、お客様の層といいますか人の厚みとあったかみ、それがあったようなコンサートだったような印象を受けたんですけどもね。いやいや、そう言っていただくと本当にありがたいんですけれども、それもまず、まあ、第6回目ということで、はい、1回目から積み重ねてきた、そういう結果だと思いますので、はい、本当にありがたく思っております。はい、で皆さん非常にですね和やかといいますか楽しまれている様子がありましたし、またいろいろとですね商店以外もですね新しいアトラクションといいますか企画がありましたので、そういったことをですね振り返りながらいろいろとですねお話を聞かせてください。はい、わかりました。でですね、まず第1部ということでですね、3曲これはいろいろとこう吹奏楽の方では有名な曲を演奏されたということなんですかね。そうですね、まず吹奏楽のオリジナル曲というものを選んで演奏した、はい、ということです。はい、去年からでしたっけ、母管楽器が入って、いわゆるそのスクールバンド部の中でもブラスバンドの形態になったっていうふうに解釈してよろしいんですかね。そうですね、ブラスバンドっていうといわゆる金管バンドなので、ですのでスタイルとしては吹奏楽というふうに形態を変えたということですね。はい、でまずバンドのための民話、弾む心のマーチ、この弾む心のマーチというのは後藤陽先生が作曲した秋田県バンドフェスティバル20周年記念曲ってことなんですけども、まあ秋田県というのはバンドフェスティバルというのをやってまして、はい、コンクール形式であるんですけれども、まずどの小学校でもなんていうかみんなが出て楽しみましょうっていうコンセプトがある、そういうフェスティバルですので、で、それを記念して、作った曲ですので、やっぱりそういうコンセプトに合ったような楽しい曲ができたんじゃないかなと思います。なるほど、そうですか。はい、で、一部のですね、最後の曲なんですけども、まあ、私ぐらいの世代では非常に懐かしい、ウエストサイド物語。これのメドレーですね。はい、これは私が高校時代あたりにニューサンズインブラスという、まあ吹奏楽の中では有名なそういう CD というか、昔はレコードだったんですけども、それが出てまして、でその時にやっていた曲なんですけれども、それをまあ今回湯沢西小学校では
バンドフェスティバルで演奏して、そして、まあ、今まで大事に大事に作ってきた曲ということで、今回のコンサートでも披露したということですね。あ、そうですか。はい。実際にですね、例えば、トゥナイトだとか、アメリカだとか、聞いてると、その時のですね、映画の情景プラス、その一生懸命演奏されてる生徒さんたちの、なんすか、汗って言いますかね。そういうのが感じられて、ステージと自分の中の頭のイメージがいいように調和したような気がするんですけどもね。いや、ありがたいですね。まず、子供たちにもそういうイメージを持ってっていうようなことで、少し映画を見せたりはしたんですけれども、そういうふうに言っていただけると、やっぱり作ってきたものとしては大変嬉しい感想ですよね。そうですか。ありがとうございます。とんでもないです。それから第2部になりますけども、これはですね、アンサンブル形式っていうことですかね。
そうです。まず同じ仲間、例えば、はい、打楽器であればパーカッション、はい、まあパートなんですけれども、そのメンバーが集まって、そして指揮者がいない形態で、まあ、演奏していくということですよね。金管であれば、まあ、金管楽器が何本か集まってやっていくということで、まずこれについては仲間で、音楽を作っていく楽しさと、あとはもう一つは楽器の中でやっていくことによって技術も向上していくだろうということをちょっと目的にして、まあ、挑戦させているところはあるんですけれども、大変楽しい演奏だったなというふうに思ってます。そうですね、やはりその同じそのパートというか音色って言いますかね、そういったものが集まって、ですのでいろんなその表現があるんでしょうけども、ものすごくしっとりしたり、ものすごく楽しくなったり、曲そのものの展開がすごく立体的に逆になってるのかなと思ったりするんですけどもね。やっぱりこういうことを通していくと、全員が集まった時にまた一つ音の厚みにつながったり、表現力の向上につながったりということがあると思うので、やっぱりこういうのっていうのは楽しさプラスそういういいメリットがたくさんあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。この、まあ、サックス50奏のオーバーザレインボーはオズの魔法使いの、で、あとクラリネット50奏インザムード、これグレミラーですよね。そうですね。クラリネットはやっぱりグレミラーっぽかったですね、なんか。ありがとうございます。でもあの子たちはまだ5年生、全員5年生なんで、まだまだたどたどしいところあったと思いますけれども、精一杯頑張ってくれたなというふうに思ってます。はい。これ先ほどのですね、ウエストサイド物語と同じように映画になっているものとか、あと同じその金管80奏であったガーシュインとかも、まあパリのアメリカ人とか映画になってますよね。あと、あ、これもそうですね、フルート30奏のサウンドオブミュージック、私のお気に入り、マイフェバリット。ですので非常に曲そのものにいろんなイメージを挿入して僕なんか聞いててすごく楽しかったんですよね。新たな楽しみ方を発見できたなと思ったりしますけれども、
このアンサンブルの後にですね、学年演奏、これが入りましたけれども、まあ、大きく言えばその学年同士のそのつながりというものを意識してもらいたいということ、あとは4年生5年生6年生という段階を経て技術が向上していくと思うんですけれども、4年生は4年生なりに、5年生は5年生なりに、6年生はまだ集大成として、で今どういうふうに自分たちが演奏できるかというのを確認する場でもあるし、まあそういう点でもすごく有意義なコーナーじゃないかなというふうに思って取り組んでおります。はい、4年生の場合はいつもこの散歩トトルのオープニングになりますかね、これを演奏されてますよね。そうです。ちょうどみんな耳障りもいい曲ですし、4年生も抵抗なく頑張れる曲ということでこの曲を選んでるんですけれども、いかがだったでしょうか。番組用に編集してる時にこの散歩を聞いた時ほろっとくるんですよ。いやー、お恥ずかしい話ですけどもね、おっと思って、で去年その散歩演奏された生徒さん方がこの5年生になってる、でその去年5年生だった生徒さん方が6年生になってる、まあ楽曲は違ったりしますけども、すごくそういう点でなんかね、まあ自分の後輩だってのはあるかもしれませんけど、ひたむきさ一生懸命さっていうのが音だけで感じられるっていうか、勝手に想像しちゃったのかもしれませんけど、非常にですね、私的には流せる曲でしたね。ありがとうございます。本当、なんていうか、みんな、4年生はまだ楽器持って1年も経ってないんですけれども、あのくらい一生懸命頑張ってくれましたし、5年生は、なんていうんでしょう、1年経った、その貫禄を見せてくれたし、6年生は6年生で花水木っていう曲を非常にドラマチックに自分たちの思いを乗せて頑張ってくれましたし、本当に3つの学年ともそれぞれの色を出してとってもいい演奏だったなというふうに思っています。そうですね、この5年生のブルーバード、これ生き物語ですよね。まあ、ブルーバードって言うとね、車ですかね。そうです。我々世代はもう完全に車ですよね。そうですね。ただ、5年生ってかなり生徒さん多くないですか？そうです。部活の中では一番人数の多い学年ですね。はい。この5年生のブルーバードっていうのがかなりこう厚みが増していた感じがして、で、あと6年生の花水木。これかなり泣かせる楽曲なんですけども、6年生ってこれがですね、伊沢西小学校スクールバンド部としては最後の演奏になりますよね。非常にこう最後の演奏とで丁寧に、しかもこう心を込めて演奏されてたような気がするんですけど、やっぱり今年の6年生らしさというのが非常に出ているか、あの曲だったなというふうに思います。6年生たちは本当にあの仲間をみんなで助け合って、そして頑張ってきた学年ですので、そういうものがすごく演奏の中にも見えていましたし、練習の段階でも私少し棒を振ったりして指導していたんですけれども、その練習の段階からそういうお互いがお互いの音を気遣いながらやっているというのが見えたので、本当に心のこもったいい演奏だったなというようなことを思っています。そうですね、はい。先ほどアンサンブルにしても学年演奏にしても、その生徒さんたち の, その力量とあと思い、そういったものがすごく、ね、こう感じられて、まあ、僕としてはすごくいい企画かなと思ったりしますけどもね。はい、2部はまずそういう捉え方で、要するにバンドの中では横のつながりと縦のつながりがあると思うんですけれども、はいはいはい、2部の中ではその縦ではなくて学年とかパートとかっていうそういう横のつながりといいましょうか、はいはいはい、そういうもので構成してみたいなと思っていますので、そういう思いが伝わってるとすれば、それは非常に嬉しいことだなというふうに思ってます。こういった音楽の場合っていうのはこう続けていって、それでこういろいろ好きになったり、まあ三部の方ではまあ、お兄さん方お姉さん方、湯沢南中学校の生徒さん方が出たりしましたけれども、そういうふうにこう受け継いでいくものっていうんですかね、先輩後輩とかそのクラブの伝統って言いますかね、そういうものが感じられて、いや湯沢西小学校いいんじゃないのっていう気がするんですけどもね。いや、それはやっぱり前から取り組んでくださっている先生方とか、あとは、そういうふうに伝統をつないできた先輩方、そういうものが今の雰囲気を作ってくれてると思うので、本当に感謝しているところです。はい、ですね。
一番最初がトランペット古敵隊でしたよね。吉田先生もそうでしたよね。そうです、トランペットだったんですけれども、吹けなくて、途中で、幽霊部員になって5年生になって小太鼓として復活したという経緯がありますんで、はい、そうなんですよ。そうなんですか。ちょうどね、僕らが小学校4年ぐらいにトランペット古敵隊ができて、で旧西小学校の体育館、あそこで一番最初のお披露目っていうんですかね、やったのを覚えてて、その時にまあ僕の同級生何人か入ってたりしましたんでね。でも考えてみたら、それが初めて生で自分たちの年代の人たちが演奏するのを聞いた最初の経験だったかなと思ったりするんですけれども。そうなんですよ。私も先輩たちが吹いてる姿を見て、あ、かっこいいなっていうことで憧れて入ったようなところがあるので、それが私も点となって、そうやって今の子どもたちにつながってるんだなと思うと、すごくこう歴史の思いを感じますよね。はい、今から40年くらい前ですかね。そうですよね。そうですよね。ですね。そうですよね。トランペット古敵隊からですね、スクールバンド部に編成したっていうのはいつぐらいからですかね。いや、実はそのいつスクールバンド部に改名したのかっていうのはわからないんですけど、まずあのスクールバンド部という形になった時に、楽器がトランペット古敵隊っていうとトランペットとあとは打楽器の編成ですけれども。それにトランペットにあとはトロンボーンとか、ユーフォニアムとか、はい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 、チューバとか、ね、アルトホルンとかいろいろ金管バンドが加わって、そして金管バンドの形態になったと。あ、そうかそうか。 で2年前から木管楽器を入れて、はい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 、で吹奏楽の形態になったという、そういう編成がありますね。あ、はい、そうですか。しかしその40年の歴史の中でそういった編成があって、で今のスクールバンド部になって、定期演奏会としてはこれで6回目っていうことですかね。ただそれまで その積み重ねてきた歴史、それがあるんで、そのただただ生徒さんたちの頑張り以外にもですね、先輩たちとか父兄さんとか先生方のいろんな思いとかがあって、そういうのが凝縮されたコンサートなのかなと。私もすごくそれは感じてます。まだ定期演奏会としては6回目なんですけれども、その前にそういう積み重ねがあって、まあ、先ほどあの縦のつながりっていう言葉を使ったんですけれども、やっぱりその縦のつながりがしっかりと受け継がれていて、おそらくあの聞きに来たお客さんの中にも、自分は古敵隊だったよとか、スクールバンド部だったよっていう人もいたかと思うんですけども、そういう、こう自分もやってきたとか、そういう縦のつながりの雰囲気の中もその会場の中にあったので、それがまた会場の温かい雰囲気とか、なんかそういうのにつながったんじゃないかなと思って、すごくあの縦のつながり、はいはいはい、歴史の重みっていうものを感じています、はい。そうですね。まあ本日一部二部振り返って、まあ、こういったですね印象ですとか、まあ、下先生のですねこうご説明というか、そういったのをご紹介というかしていただきましたけれども、この来週ですね、紹介させていただこうと思うんですが、第3部結構盛りだくさんな企画ですよね。はい、そうなんですよ。今年は非常に第3部まで、どういうふうにしてお客さんに楽しんでもらおうかなということを考えましたので、はいはい、ぜひ、来週の3部も楽しみにしていてほしいなというふうに思ってます。そうですね。はい。はい。ということでですね、まあ、来週のお楽しみということになりましたけれども、本日はですね、湯沢西小学校スクールバンド部のご指導されております、土田博先生と、振り返ってみました。土田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということでですね、お届けしてまいりました今週のランブローン、いかがでしたでしょうか。本日お送りいたしました曲は、湯沢西小学校スクールバンド部の皆さんの演奏で、ウエストサイドストーリーメドレー。そして第2部で演奏しました、ティコティコ、ガーシュンエア、オーバーザレインボー、インザムード、私のお気に入り、このアンサンブルのコーナーをメドレーにしてお送りいたしました。で、まあ、今回ですね、土田先生と第1部第2部を振り返ったわけなんですけれども、まあ、お話ししてる中でですね、あの寒い日でしたけれども、あったかいですね、父兄さんはじめとする観客の皆様のですね眼差しと拍手、そして
生徒さんたちのですね一生懸命な演奏をですねこれが思い出されまして、非常にですね楽しい収録の時間を過ごさせていただきました。で、まあ来週はですね第3部お届けするわけなんですけれども、まあこのですねスクールバンド部さんの定期演奏会ですね、今回もですね新たな企画っていうのをお目見えしておりますので、こちらの方も楽しみにしていてくださいね。ということでそろそろお開きの時間になってまいりました。今週のランブロンいかがでしたでしょうか。今週最後にお届けいたします曲は湯沢西小学校スクールバンド部の皆さんの学年演奏の4年生の散歩、5年生のブルーバード、6年生の花水木、この3曲を編集しましたものをメドレーでお送りしてお別れしたいと思っております。お相手はサンダー千堂でした。来週はモアベターよ、あなたも頑張って。それでは皆さん、また来週。